皆さんお疲れ様です。本舗ひろろチャンネルです。今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日はキッチンからの、動画なんですけど、本日男飯、本日はとんぺい焼き、皆さんとんぺい焼きって知ってます？関西では結構有名なんですけど、卵に、豚肉とキャベツを豚肉とキャベツを炒めて卵で包んで、ソースとかマヨネーズをかけて食べるとんぺい焼きという、料理が関西ではあります。知ってる方もいらっしゃいますし、知らない方もいらっしゃいます。関東の方あるのかな、どうかわからないんですけど、今日はそちらの方を作っていきたいと思います。至って簡単。この料理に必要なものは豚肉と、あとキャベツ、あと卵、それだけあればできますんで、まず作っていきたいと思います。まず最初にね、豚肉、今日はね、豚バラ肉スライス買ってますんで、こちらの方をちょっとこれ冷凍してたんですけど、切っていきたいと思います。適当に。キャベツ入れる人入れない人いるみたいな、豚肉だけの人もいるみたいなんですけど、キャベツ入れても美味しいっていうのを聞いたんで、私食べたことあるのキャベツ入ってたのあんまりないんですよ。豚肉だけとかやったらあるんですけど、とりあえず豚肉、あとキャベツはキャベツの千切りカットがちょっと期限が切れそうなので、そちらの方を使っていきたいと思います。なんで豚肉と、今日はこのキャベツの千切り、こちらをとりあえず炒めていきたいと思います。まずちょっと暗いかもしれません。一応ね、女優ライト使ってるんですけど、どうなんやろ、映ってるかどうかわからないんですけど、まずね、火を入れていきたいと思います。まずね、フライパンでこの豚肉とキャベツを炒めて、ちょっと塩コショウで味をつけていきます。皆さんいつも晩ご飯って何作ってられます？結構いつもね、悩むんですよね、何作るか、今日は何しようかなとかいつも悩むんですけど、結構ね、私の場合節約したいんで、お弁当も一緒に持っていくんで、もう一緒に夜作って、晩ご飯と同じもの作ってお弁当に入れていくんで、なんで結構悩みますね。じゃあちょっとフライパン温まってきたんで、じゃあ豚肉入れていきたいと思います。まあ今はオムレツみたいな感じかな、オムレツみたいな感じで豚肉とキャベツ入れて、オムレツみたいな感じで上にソースとマヨネーズかけるいう感じなんかな、知らんけど。ほんまに簡単なんで、最後包めるかどうかわからないんですけど、キャベツ卵で、もしよろしければ皆さんも一度作っていただければいいかなと思います。言っときますけど、作るの初めてですよ。初チャレンジなんで。夕方、夜の8時なんですけど、もう今日、仕事午前中だったんですよ。午前中というか、1時ぐらいに帰れたんですけど、帰って、7時まで、爆睡して寝てました、ご飯食べて、お昼ご飯食べて。
どっか、ブラブラ行こうかな、撮影しながら行こうかなと思ってたんですけど、寝てしまってました。すいません。なんで、今日も料理動画になってます。それとね、私の車、アルファード20、この間、ホイール磨き動画上げさせてもらったんですけど、結構視聴が良くて、どんな車なんですかというコメントもあったんで、車取ろうかなと思ってたんですよ、私の車紹介、どっか行くか、車取るかしようかなと思いながら、何時間にだろう、6時間ぐらい寝てたんだわ。寝すぎやね。多分これ夜寝れないし。さて、ちょっと豚肉が炒まってきたらキャベツ入れます。本当はね、切った方がいいんですけど、ちょっとこれ資源が危ないんで、使ってしまいます。量多いかもしれません。まあ、でもね、キャベツは炒めたら新やっこするんでね。どうです？映ってます？女優ライト一応使ってるんですけど、これライト。前に紹介させてもらったちっちゃい携帯につける女優ライト。100均で200円かな300円かな忘れたんですけど、結構いいですよこれ。まあこんな感じで、はい、炒めていってます。はい、それでちょっと塩コショウで、はい、味付けしておきます。どれぐらいかな、適当やね。本当はね、もうちょっと早く作ろうと思ってたんですけど、これソース感忘れてて、お好み焼きソース、何個ぐらいできるの、こんだけあったら。2、3個できるね。3つぐらいできるのかな。何これぐらい、3等分ぐらいね、これ。もういいですか、炒まってます。豚肉って言うやかんとあかんって言うやんですか。こんな感じです。はい、じゃあこちらで焼けたので一旦器に盛り付けます。盛り付け一回器にね、入れます。フライパンがつく。皆さん、フライパンってどれぐらいの頻度で変えられます？もう引っ付き出したら変えられます？それかもうずっと使われます？なんかついてくるじゃないですか。はい、こんな感じです。じゃあね、次は、卵割って、はい、混ぜて焼いていきたいと思います。とりあえず1個で2個ぐらいかな、使うのは。とりあえず2個でやってみます。
火をつけます。フライパンはね、一回、はい、洗いましたんで、うまいこといくんかな。で、油敷きます。正直言って失敗するかもしれません。その前にお皿どこ行ったんですか。はい、焼きます。これ失敗するかもしれない。はい、でここに野菜を乗せます。まあ2つにしようか、2回分。巻くらしいんですけど、待ってくださいね。あ、ひつく。見ないでください。失敗した。言い訳していいですか。フライパンが悪い。破れてしまったっす。こんな感じ。はい。はい、こんな感じ。ちょっとここ破れてるんですけど、はい、これはご愛嬌ということで。なんかオムレツみたいね、やっぱり。卵あるからなしてたい。卵あるからこれ隠しといたらいいか、こうやって。はい、こんな感じです。じゃあもう一個作ってみたいと思います。熱してから入れんとね、やっぱね。さっきみたいに広げんようにします。広げたらね、周りひっつくんで。どうですか、こんな感じで野菜全部乗せます。具が少なかった。さっき入れすぎた。まあこっち私の方にして、うん、半分は明日のお弁当。
で巻きます。あ、いい感じじゃないですか。いい感じじゃん、これ。さっきちょっと具入れすぎないよね。いいんじゃないですか、これ。よ、どうですか、完成。おう、うまいこと焼けたんちゃいます。はい、これでとん平焼きになります。はい、じゃあね、あとね、こちら、まあこれはお好みなんですけど、お好みでなんですけど、まあソースはまあかけるんですけど、まずね、はい、ソースかけます。で、これはまあお好みなんですけど、私大好きなんで、マヨラーなんで、はい、マヨネーズ。じゃあ、こんな感じです。まあ、あとお好み焼き、お好みでね、かつお節とかネギもかけてもらってもいいんですけど、まあ、お好みで、うん、お好み焼き風味、お好み焼きみたいになりますけど、まあ、青のりとかかけてもらってもお好みでもいいんですけど、ちょっとかけようかな。そして最後に、はい、私大好きな今日買ってきたネギ、色合い的に、はい、完成です。じゃあどうですか、ちょっと待ってくださいね。はい、完成です。今日作ったのがとん平焼き、まあ、かつお節かけてネギかけたんでお好み焼きみたいになってますけど、はい、とん平焼きです。ね、もうそんなに時間そんなにかからないです。10分ぐらいでできたかな、うん、なんで、はい、すごく簡単なんで、皆さんも一度作ってみてください。はどうですか。はい、ではね、とりあえず一旦ご飯の準備します。ポチ、はい、はい、ね、ちなみにこちらが明日のお弁当になります。先ほど作ったとん平焼きと、あと、ね、今作ったんですけどポテトサラダ、あとこれはアジの南蛮漬けになります。はい、こちらが明日のお弁当です。こんな感じで夕食と一緒にお弁当も作っています。はい、はい、お疲れ様です。はい、無事にじゃないね、はい、ご飯できました。ね、今日の男飯、今日の夕食になります。ではね、今から紹介していきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、はい、じゃあ紹介していきます。はい、今先ほど作ったとん平焼きになります。はい、これが1品目。そして、まあ、いつも通りお味噌汁、まあ、天かす、私大好きなんで天かす入りのお味噌汁、あとはタコときゅうりの酢の物、はい、タコときゅうりとわさび、わかめやね、わかめの酢の物ね、はい、暑い時はね、こういうさっぱりしたものがやっぱり食べたくなります。そしてこちらが、はい、ね、こちらですね、アジの、うん、南蛮漬け、アジの竜田揚げが、うん、売ってあったんで、それを南蛮漬けにつけてみました。で、あとはご飯とキムチ、コクうまキムチですね。はい、こちらが今日の私の晩ご飯、男飯になります。はい、こんな感じになります。はい、では食べます。いただきます。はい、はい、じゃあ、はい、いただきます。
まずこれね、今作った、はい、トンペ焼き、はい、こんな感じです。トンペ焼きいいっすね。簡単にできて美味しい、くれたお子様も大好きだと思うんで、はい、あと素の物、美味しい。まあこれはね、お簡単、もう便利数あるじゃないですか、便利数それで合わせただけなんで、わかめとキュウリとタコ、すぐできます。これも美味しい。で買ってきて、大根、人参、ピーマン、これを切って、これも一緒、タコの酢の素と一緒なんですけど、便利酢で入った、合わせただけなんで、めっちゃ美味しくできてます。今日のこのトンペ焼き、これは90点かな、めっちゃうまい、簡単やし、ご飯にも合うし、美味しいね。こんな感じで、はい、今からゆっくりご飯を食べたいと思います。もしよろしければ皆さんも、はい、作ってみていただければ、簡単にできるし美味しいです。はい、ではね、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録ね、ポチッと、であとグッドボタンポチッと、よろしくお願いいたします。はい、ではね、今日の男飯トンペ焼きでした。はい、ではゆっくり食べます。はい、じゃあ終わります。ポチッとな。